直にクリトリスに触れるよりもですね、まずは下着の上から徐々に刺激してみる。皆さんこんにちは。痛みの専門家、富永ペインクリニック院長、富永清雄です。このチャンネルがいいなと思ったら、いいね、コメント、シェア、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。励みになります。直にクリトリスに触れるよりもですね、まずは下着の上から徐々に刺激してみる。気心がして、知れている長年のパートナーの方はね、またちょっとと思われるかもしれないけど、あえてやってみるのもいいですよ。新しい刺激だから。もしかしたら今までとは違うソフトな刺激をパートナーさんに与えることができるかもしれないね。しかもですね、この下着の上からすでに前戯を始めることによって十分濡れる時間がゲットできるんです。女の人のオルガズムは男の人よりも時間がかかります。ですから前戯を気持ちいい前戯でどれだけ埋められるかっていうのも非常に重要な問題なので、下着の上からクリトリスへのアプローチを始める、これはいいと思いますね。非常に濡れやすくなって、そしてですね、もともと濡れにくいという体質の方もいらっしゃいますし、久しぶりのセックスに臨まれる方もいます。更年期以降ものすごく一旦お休みしてたんだけど、また再開しようかなって、こういう方もいらっしゃいます。なのでいきなり直にガーンと指で行くよりも、非常に摩擦に弱い臓器ですので、しかも乾燥しているリスクもありますから、ローションを使って潤い刺激というのをですね、クリトリス、クンニリングスの時に少し入れていただけると、相手への思いやりもできて、ググッと感度が上がってきます。じゃあ先生、今度はローションどうやって使うのっていう人もいらっしゃると思います。私はですね、おすすめはこれです。このクンニリングスっていうのを非常に推奨している理由としては、指の圧力よりも、指はやっぱり摩擦骨、骨がありますからね、柔らかい刺激っていうのは非常にできる人はいいんですけれども、ついプッと置くと押すと1ミリ以上ね、強い刺激になる人も少なくありません。なので舌先だと圧力がなかなか伝わりにくいですよね、こうグッと押す力。なので舌で攻めておくというのも極めて重要な前戯の技になってきます。なのでクリトリスの保湿プラス湿潤環境、潤っている環境、こういうものを作るためにうまくローションを使いましょうね。でね、であとここからまた開発のところまで持っていきたいんですけれども、もちろん口でやってほしいんですよ。指でちょろちょろっていうんじゃなくてね、だって指でちょろちょろってやってる時の圧力がもうすでに痛っと思うかもしれないでしょ。だから口移しで、ね、訓練の時にローションを膣に注入するテクニック、こういうのもね、一つ入れておいていただけると。なぜならば今前戯の段階で挿入の前ですよね。なのでここで挿入するときに、すでに入り口から奥、中間あたりまでですね、ローションで潤っていると、女の人側もですね、なかなか濡れにくい、また入り口が膣萎縮で痛みを伴いやすい、こういう方もいます。そして男の人のですね、挿入困難、中割れ、こういうことも考えてしまうと、入り口から中奥までですね、ローションが入っている方がスッと入りやすいですよね。なのでクンニリングスっていうのを、ローションをうまく膣の中にも注入しておく手段としても非常に有用活用してみてください。じゃあ向きは、向きですよ。突出しているところの部位、豆みたいに小さいんですけれども、人によって5ミリとか 0.8 センチとか大きさは種々ありますけれども、この刺激するべき向きも研究報告があります。ですが好ましいと女の人が答えた順位はクリトリス刺激、こうです。1位は上下に刺激される、これ 64% が気持ちいいと言いました。であとクリトリスに対して円を描くように、これが 52% で、ね、左右に触れるというのは上下よりも半分しかいないの、 31%。 そしてリズムをね、リズミカルな振動でやってもらった方がいい。いきなりギューとかって押されるんじゃなくて、ずっとこう適度な律動的な刺激が欲しい、これが 21%。 5位は軽く弾く、軽くですよ、パーンなんてやっちゃいけません、パッね、そう 19%。 6位軽くタップする、見ました。なので結構女の人の好みっていうのはクリトリスに対する向きも好みが決まってるんですね。この人はこれで、この人はこれで、この人はこれというよりは、
クリトリスの刺激の向きは上下であり、バリエーションを入れても円を描く程度。まあこれでほぼの女の人の好むクリトリス刺激の向きになります。じゃあなぜクリトリス刺激は上下がいいんでしょうか。これはですね、クリトリスの神経の走行で決まっています。でクリトリスというのはこの部分で言うとおへそ側、お尻側、この位置にあると思ってくださいね。そして豆のような部分がここに突出してて、クリトリス脚部がこの体の奥に潜んでいる、こういうイメージの臓器です。そしてこのクリトリスなんですけれども、どこから神経が生えているかというと、お尻側、仙骨から生えています。仙骨から生えてずっとお尻の穴のところ、咽咽部を通って一番先としてクリトリスで終わる、こういう向きなんです。なのでお尻側から前に向かって生えてる、これは陰部神経の枝なんですね。なので順行性、神経の走行に沿って触る、マッサージする、こっちの方が落ち着く、安心するわけなんですよ。で順行性で気持ちよくなりやすいのだから、お尻側から前、クリトリスは突起としてあるわけですから、この向きね、下から上が基本になります。いいですか。じゃあなんでクンニリングスもクリトリスも下から上、下で舐め上げるのかっていうと、腕を触るとよく分かりやすいんですね。腕の神経っていうのは首から生えてます。脳から首、首から指先に向かって生えてます。でね、触るとすぐ分かるんですけど、こっちからこういうふうにこの向き、首側から末梢側、末梢の指側に向かってこう触ったのと、反対に下から上に触ったとき、どっちが落ち着いてくれられますかってことなんですよね。太い方から細い方に向かってが順行性で、こう撫でた方がなんとなく心地よくて落ち着くんです。ただ前儀の場合は落ち着くばっかりだとつまんなくなるといけないから、あえて逆行性入れたりするんですけど、性器の場合はですね、クリトリスなど敏感なところはですね、バリエーション入れられたり逆行性入れられるより順行性で、そして同じリズムの方を好むという研究結果が出ています。なので順行性、下から上に、だから下をクリトリスに当てると下から上に舐め上げる、こちらの方が気持ちがいいと、こういう結果になるわけなんですね。だからですね、これちょっとおまけ知識ですけれども、ペニスもですね、舐めるときに、これはフェラチオですけれども、上から下にガーって舐めるんじゃなくて、下から上にベロが下から上、ペニスの根元から気筒の方向に向けて舐めるのが順行性。そうだよね。だってペニスはここから出てるイメージだから、同じように陰部神経の枝なんで、お尻から生えてお尻の肛門のところから前にこう、だからこっちからこう、だからペニスも根元から気筒側、これが順行性の向きになります。じゃあどんどん進んでいくとクリトリスが極まってしまいます。いきましょう。クリトリスを刺激する先生リズムは、と、圧力分かった、向き分かった、じゃあ先生次リズムだよ。これ極めて重要なポイントです。なぜならば女性の性器、先ほどの自由神経終末神線ですけれどもね、こちらの方がです非常に特徴があります。この女性性器の愛部というものは一定のリズムを好むんです。そして先ほどのインディアナ大学の研究報告では、一定のリズムを好むと答えた女の人が確かに 82% でした。そして行きそうな時にこそ同じ動作でオルガズムを迎えやすいといった女の人も 65% なので、途中で訓練をプッとやめてみたりとか、急にガッとね強くしてみてやめるとか、そういうことされるとすごく愛部に集中できなくてオルガズムを迎えられないということがわかります。なぜならばオルガズムの法則というものがあるからです。オルガズムの法則は一定のリズム刺激で予測可能な動作を繰り返す、これがオルガズムに導く絶対法則になっています。でね、確かにこの一定のリズムといってもですね、速いリズムが好きな人もいれば、ゆっくりまったり、そしてそれは個性なので、相手の好む刺激を発見して同じリズムをリズミカルに、律動的に続けることが女性性器をオルガズムに向かわせる非常に重要な法則になります。いいですか。
ではなぜ一定の圧力、一定のリズム、一定の刺激がいいのかというと、リズミカルな刺激を正規の神経は好むと言いました。これはですね、スピードだけではなくて圧力とか刺激の強度、これらも一定です。リズムだけ一緒で途中でカーンとかって入れるのはなし、ね、なので同じようなリズムで同じ強さで同じ刺激を繰り返す、これが正規への正しいアプローチです。でなぜならばですね、これも急激に強さが変わると、触られたり吸われたりとかキャキャッと止められたりとかすると、なぜがいけないのかっていうと、脳の中の相手の脳の中でもう神経刺激が混在してしまうんですね。なので快感に集中できずに、その維持が難しくなるので、オルガズムに行こうとしたらうっうってなっちゃうからですね。なのでクリトリス、ペニス刺激もそうですよね。自分でセルフプレジャーをオナニーしてる時にですよ、手の動きとかを急にプッとやめてみたりとか、ガガッとやめ強くしてみたりとか、詰め立てると、そんなことしないじゃないですか。ある一定のリズムを持ってだん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 オルガズムに行くようにできてる。だからクリトリスもその刺激のイメージの延長でいただけると、オルガズムに相手が行きやすいということです。だからね、世の中には電マっていうね、バイブレーターでクリトリス刺激するじゃないですか。電マって何って言ったら、電気マッサージ機なんでしょ。電気で同じ刺激をずっと繰り返すんでしょ。でそれが気持ちがいいんでしょ。なぜならば、愛部の神経というのは神線維で、同じ弱い刺激の繰り返しに反応するようにできてるからです。いいですか、これ基本です。もう一つのポイントがリズムの予測可能性についてでしたね。この予測可能性ということが相手の脳に不安を消し去る、まあ、こういうことにもなるんですけれども、予測可能な性的刺激が重要になります。なぜならば脳の報酬系、この報酬系っていうのは脳の多幸感、快楽に直結するドーパミン、これらをですね出してくる系統なんですけれども、次に快感が来るなと期待するわけなんですよ、脳みそが。同じリズムだから、舌で例えばクニリングスしてます、指で優しくクリトリスを刺激してます、1,2,3,4と来れば次5が来るはずじゃないですか。なのでこの次に快感が来ると期待する、この期待が実現した時に快感が増幅する、報酬系が働くということになってるんです。なので一定のテンポのピストン運動、もしくはクンニリングスやフェラチオもそうですけれども、正規アイブというものが相手のオルガズムを導くという、非常にシンプルですけれども重要なポイントです。でこの予測可能な性的刺激なので繰り返し刺激です。一回だけパンとやったら感じる、こんなことは無理なんです。なので一定のテンポを持って繰り返しの優しい刺激をする、これが最も重要なリズムの予測可能性になります。でセックスの最中、動きが規則的であると次に来る快感がより強く感じられるのは、この脳の報酬系が働くから、ドーパミンがドバーッと出る、オキシトシンが出る、こういうことでですね、快楽に溺れる、まあ、こういう仕組みになっています。さあ、だいたいクリトリスについて分かってきたんだけど、先生クリトリス刺激だけ、まあ、それでもそれだと外行きだけだよね、私中行きしたいんだよね、そして彼女を深くオルガズムに導きたいんだよねというあなた、お待たせいたしました。今からが中行き開発についてのお話です。どういうことかというと、挿入刺激だけで行ける人っていうのが今回の研究のスタートのところで 18% でしたね。ということは、外行き刺激なくして中行きだけで、場合によったらもうイメージだけの脳行きもできちゃう、まあ、こういう人たちっていうのは大体6人に1人ぐらいしかいないと。 でも中行き G スポットだったり P スポットの方の快楽で脳みその中の瞑想神経なんかも刺激して快楽に溺れさせたいなと思うのならどうすればいいか。今日のヒントはクリトリスです。クリトリスの刺激を挿入刺激と同時攻めすることがポイントになってきます。いいですか。挿入だけではこんだけしかいかないんだけれども、挿入時に同時にクリトリスを刺激してください。いいですか。これが中行き開発のコツです。で、指でクリトリス刺激をしつつ挿入で G スポットを攻めていくと、これ同時攻めする。でもここのポイントはですね、脳の中ではどちらが快感の中心、主要な刺激なのかっていうのが脳では混沌としてしまうんですね。判別しにくい。なので本当はクリトリスの方が
オープニングとして気持ちがいいし好き、もしくはクリトリスでしかいけないかもしれない。でも同時指令によって脳が両方ともの刺激をいいことだと判別してくると、脳に G スポット刺激、挿入によるクリトリスの刺激もこの関節刺激もいいんじゃないかと記憶させていく。そうすると外行きだけじゃなくて中行きもできるようになっていく、まあ、こういうことが重要になってきます。この動画の概要欄にジョイが教える特別なテクニック動画、極上のフェラチオを公開しています。ぜひ下の概要欄から受け取ってくださいね。スマホの方は動画タイトルをクリックいただけると URL が表示されます。次に概要欄の中ほどにある URL をクリックして無料動画極上のフェラチオを受け取ってくださいね。今回の動画が少しでも役に立ったなと思ったらいいねボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。概要欄に特別動画極上のフェラチオへのリンクを貼っておきました。ぜひ概要欄のリンクを確認してくださいね。こちらはサポートの関係で予告なく募集を終了する可能性があります。少しでもご興味があるならぜひ見逃さないでくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。